今回ビデオはねやってまいりましたって言いたいところなんだけども、一からさばくとなるとまあいろいろめんどくさいので、今回は練習ということで、こちらをねフグ、これを使って唐揚げを作りたいと思います。フグのね、唐揚げということで、みんな、さばかないのかよーって絶対にコメントで書くでしょ。まあほら、手順ってものがあるじゃない。マグロにしろ、クジラにしろさ、イルカにしろ。まあ実物、なんか、もうさばかれてる感がすごいけどね。今回はね、唐揚げだけだから、まあちょっとね、いつもね、さばくのメインだから、ちょっとね、ここら辺がおろそかになっちゃうから。まずは、お酒、醤油。生姜、ニンニク、みりんだね。調味料の中にフグをつける。で、この状態で冷蔵庫で30分寝かせたら、フグにね、片栗粉をまぶしていきたいと思います。皆さん、お待たせしました。フライパンに火をつける作業が始まるよ。ということでできました。フグのプルギ一匹いただきマックス。わ、骨まで食べられる。味はなんか普通の白身魚より少しやっぱ歯ごたえがあるね、フグは。でもやっぱりフグは刺身とかの方がいいのかな。いや、次フグやるときはこう最初からっていう願望。ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンお願いします。